相手じゃねえ。しかしこいつは店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。ことでいちいち引っ張られとったらわしら飯食うていきまへんがな。しょうもない大門ちらつかせられれば一般市民はそれだけで怯えるもんや。しょうもない大門やと、女やと思っておとなしいしとったら図に乗りやがって。何が任侠や。何さらすんや。ヤクザやったらこそこそしのぎせんと体張って稼がんかい。連行や恐喝傷害脱税署で徹底的に炙り出したるわ。何さらすんじゃ。
私たちが掴んだ情報では。ほんで天下の警視庁班は府警に何せ言うんでっか。キリの身柄を確保していただきたい。え？もし杯の話がこじれてキリュウが殺されでもしたら、泥沼の抗争になるのは間違いありませんから。つまりわしら警察がヤクザの身辺保護をせえっちゅうことでんな。ええ、とにかく時間がありませんのでよろしくお願いします。